今日は40代50代の方がダイエットを始めて体脂肪を落としたいと思った時に意識するといいと思う5つのポイントについてお話をしてみたいと思います。はい、今日ちょうど会員さんとそういうような話になって、40代50代の方がもしダイエットしたいなと思って、それを決意してね、行動しようとした時に、じゃあまず何から始めればいいんだろうねみたいなことってどうしても迷ってしまうかなというふうにも思いまして、で、僕自身、年齢がね48歳、年明けるとすぐ49歳になるってことで、アラフィフの年齢なんですけども、で、僕はボディビル歴が今年で27年目なんですけども、大会に出るために毎年減量していて、そのダイエットをするということに関しては、かなり数をこなしているものですから、僕の経験っていうのは、これからダイエット始めたいという方に対してもね、参考になる部分があるんじゃないかなというふうに思いまして、今日はね、その僕が、独断と偏見ですけども選ぶ5つのポイントというテーマでお話ししてみたいというふうに思います。で、まずそのダイエットについてお話しする前提としてね、僕のダイエットの感覚と皆さんのね感覚を揃えたいなと思うんですけども、その僕にとってのダイエットっていうのは、こう立ち向かっていく対戦相手というよりは、一緒に寄り添っていく、パートナーみたいな、そんなイメージなんですね。喧嘩もたまにするとしても、こう仲直りしてね、ずっと一緒にいるみたいな感じで、っていうのは、その、ダイエットって、痩せたら成功なのかとかね、太ったら失敗なのかっていうと、決してそうとは限らないんですよ。僕の中でダイエットの失敗って何なのかっていうと、取り組みをやめることが失敗なんですね。だから、例えば痩せられたとしても、そこで取り組みやめちゃってリバウンドしたら、その成功ってなかったことになっちゃうし、逆にリバウンドしてもそこからまた、取り組みを始めてね、理想の体型になれたら成功っていうかね、なるしっていうことで、一回こうやるって決めて取り組み始めたら、それはずっとね、これから先続くもんだっていうふうに僕は思ってるんですね。終わりはないってこと、それは自分が理想の体を作りたいと思う限り続くものかなというふうに思うもんですから、本当ダイエットっていうのは、マラソン長旅みたいな感じで、短期的な取り組みではなくて、いかにね、長くその続けていくか。そういう意識を持って計画を立てること。それがまずね、理想の体を作る、確率をね、上げるための前提として重要なんじゃないかなというふうに思ってます。それを踏まえた上で、5つのポイントをね、これからお話ししていきます。じゃあまず1つ目は、運動で落とすより、食事管理で落とすという意識を持つっていうことです。よくね、テレビとかでもあるけどさ、ダイエットしようって決意したらジョギングを始めるとかね、歌手数を始めるとか、もちろんそれもきっかけとしてはすごい重要な行動なんですけども、続けるっていうことを意識した場合、食事管理でまずしっかりとカロリー調整をするっていうことが結果が出しやすいんじゃないかなというふうに思います。大前提として、まずダイエットをするときに消費カロリーが摂取カロリーよりも上回る状態を作らなきゃいけなくて、そのために運動ってもちろん効果あるんですけども、意外と運動で消費するカロリーって多くなかったりするじゃんね。それよりも食事管理でその余分に取ってるカロリーを落とすことの方がより効率的なんじゃないかなというふうに思いますから、だから考え方としては、まず食事管理を行うようにして、一般の方だと結構油もんだったりとか、例えばお菓子とかね、そういう余ってるカロリーを控えることを意識するだけでも、だいぶ最初の一歩としては効果が出やすいんじゃないかなというふうに思ったりもするので、お菓子食べること自体は決してね、悪いことじゃないというか、その分他のカロリーを減らせばトントンになるんだけど、それも含めて食事管理の意識でね、それを持つことがすごい大事かなと思います。あと、その例えば最初にジョギングしてみたいな例を挙げたけど、その有酸素運動においても、そのやりすぎって逆にこう脂肪が燃えにくい状態が作られちゃったりして、激しい有酸素運動をあまり極端にやりすぎると、体がね、その有酸素に慣れてしまうので、有酸素やってる割にはそんなに脂肪が燃えないっていう状態は作られるっていうのはよく言われてますから、その加減が難しいよね。加減っていうかね、だから例えば食事もさ、少ないのをずっとやると今度は代謝が落ちちゃうとかさ、あるじゃん。そうそうそう、ね、そういう意味ではそうだね、ちょうどいい加減っていうのは大事だけど、難しいよね。
そう、まあ、有酸素のやりすぎを気にして有酸素やらないっていうのも、まあ、それはそれでまた極端な考え方になっちゃうんだけど、まあ、例えばそのウォーキングを1日30分40分心がけるとか、その辺だったら全然そのエネルギーを消費するっていう効果の方が高いと思いますから、まあとにかく続けることがすごい大事なので、うん、まあ、続けられる範囲でできるものをね取り入れるのは大事だと思うんですけど、まあ、そのできる範囲でっていう優先順位で言えば食事管理をまずしっかりと行うってことがとても大事かなというふうに思います。はい、はい、じゃあ次のポイント、筋肉をつけるために筋トレを行いましょう、うんうん、っていうことなんですけども、まあ、この、ポイントにはね2つの意味があって、まず筋肉をつけることで代謝が上がってより体脂肪が落ちやすい状態は作られますので、そのために筋トレを行うことはとても効果的です、うん、っていう意味と、よくね筋トレを体脂肪を燃やすための手段としてやろうっていう発想の方、うん、例えばお腹の脂肪を落としたいから腹筋運動やるとか、ね、二の腕を引き締めたいから、ね、三頭筋の運動をするとかっていう発想ってどうしてもありがちだと思うのね、うんうん、だけど実際じゃあそれそういう効果があるかっていうと、腹筋運動にお腹の脂肪を落とす効果っていうのはあんまりなかったりするので、まあ、メインはやっぱり腹筋の筋肥大、腹直筋が分厚くなる、例えば二の腕でもこうやってプッシュダウンで三頭筋を鍛えれば上腕三頭筋が発達する、まあ、そこを狙って行いましょうっていうことですね。あくまでも筋トレは筋肉をつけるために、行うものだっていう風な発想でいることがすごい大事だと思います。でその筋肉をつけるときに、その代謝を上げるっていう目的で行う場合、うん、やっぱり効率的なのは大きな筋肉を鍛えることですから、うん、じゃあその大きな筋肉は何かっていうと胸とか背中とかね、あと足、お尻、この辺りの部位を、鍛えてあげることがとても効果的です。じゃあ足トレやった方がいいよっていう答えになるんですけど、うん、足のトレーニングやると足太くなっちゃうから嫌だっていうこともよく聞いたりするんだけど、うん、まあでもね、それは個人的には心配無用かなと。それよりも足の筋肉が発達することによってその代謝が上がって体脂肪が落ちやすくなる効果の方が高いんじゃないかなというふうに思いますから、うんうん、まあ、ちょっとぐらいねやっぱり筋肉ついた方が足のシルエットも良くなるし、うん、お尻なんか特にね発達した方がヒップアップ、ね、お尻の丸みも出てきますから、まあ、そういう意味では下半身のトレーニングってのはしっかりやった方がいいんじゃないかなというふうに思います、うん、でその代謝が上がるっていうね話で、その筋肉って1キロあたり13キロカロリーの消費があるらしくて、それは基礎代謝としての消費なんで、何もしないじっとした状態でも消費し続けるからすごい、うん、まあ、お得、そういう意味で権利収入みたいな感じで何もしなくても消費するカロリーですから、それはね筋肉増えることによって比例的に増えていきます。あとそれだけじゃなくて、筋肉がつくことによってそれに伴う代謝のアップっていうのもあったりして、例えば筋量が増えるとそこに対して送る血液の量も増えていかなきゃいけないから、まあ、それだけ心臓のね働きが活発化されたりとか、あとはまあ筋肉をつけるってことは筋肉に対してこう刺激を入れるわけで、まあ、ダメージをね筋肉が負ってそれを修復すると大きくなったりするんだけど、その過程でもカロリーって使ったりするので、うんうん、まあ、そういう諸々のカロリーを含めると筋肉1キロあたり最大50キロカロリーまで代謝が上がるなんていうふうにも言われたりしてるから、だからそう考えるとかなり大きいよね、まあ、それが例えばね、1年間とか続いたら、ね、ものすごい、ね、トータルカロリーになるから、確かにということで体脂肪を落とすために、うん、まあ、筋肉をつけること、そのために筋トレを行うことっていうのは、うん、とても効果的だと思います、うん、代謝高い状態維持できるってこともねできる、うん、ということで、はい、筋トレをしっかりやりましょう、うん、推奨、うん、はい、はい、じゃあ次3つ目のポイントは、毎日の食事をできるだけ揃える、うん、っていうことです。それは内容だったり、量だったり、うん、回数とか、あと食べる時間ですね、うん、そのあたりを揃えることで食事管理がやりやすくなります、まあ、最初に言ったダイエットの大前提として、うん、摂取カロリーよりも消費カロリーが多い状態を作るっていう、その摂取カロリーが定まってることが、うん、消費カロリーが実際どのぐらいねその上回ってるかっていうのを把握することにもつながりますので、そこがみんな一番大変なとこじゃない？あ、そう、その5項目の私先知らんけど、あ、今の3つ目聞いた時点でここが一番肝なのかなっていう、うん、肝だと思うけど、うんうん、そこは
結構テーマだよね、うんうん、まあ、できる範囲でねやっていただきたいなと思います、うんうん、まあ、それが本当食事管理の一番根本なるとこかなと思ってて、うんうん、まあ難しいところではあると思うんですけど、でもその第一歩としてね、やっぱりその食べる量重さっていうのはなるべく把握した方がいいかなと思うんですね、うんうん、僕もそれは毎回ダイエットの時は心がけるようにしていて、例えばご飯だと 200g のパックにして冷凍したりとか、うん、あとお肉とかもね必要量にこう切り分けて冷蔵庫に保存するとかっていう感じで、食べる量はね毎回揃うようにしてるんですね。目分量でよそっちゃったりとかすると自分がどのぐらい食べてるかっていうのが把握しにくかったり、うん、っていうところで、まあ、重さは、うん、うん、なるべく測ることは習慣にした方がいいかなと思いますね。私ご飯のパック毎日やってるからさ、あもう大体200って本当に私の手のひらがはい、はい、測りじゃないかぐらいのほぼほぼいい感じで、それ数こなすと本当に身についてくるよね。でもそういう体の機能として、うん、見た目で重さが分かるようになったら、それはめちゃめちゃダイエットしやすくなると思いますから、それは外食した時とかもね生かすことができるし、まあそれをやることによって結局その自分がどのぐらいのカロリーだったらまあ痩せるのか痩せれないのかっていうのを把握することにつながるんですね。メンテナンスカロリーっていう言葉があるんですけど、それは太りも痩せもしないプラスマイナスゼロのカロリーっていうのがまあ、どっかにの数字としてあるはずなんですよね。そこが分かってれば、そこよりも摂取カロリーを少なくすれば絶対痩せられるはずですから、でそのメンテナンスカロリーを把握するためにカロリーがねオーバーしててもマイナスでもいいので、ある程度揃った食事を続けていくと、うん、それによってね体の変化が分かるじゃん。例えばだけど1ヶ月で1キロ増えたとしたら、うんうん、それがまあ、プラス7200キロカロリーっていうことになるので、一応体脂肪1キロあたり7200キロカロリーのエネルギーを含んでるっていうふうに言われてますから、1キロ増えた場合はプラス7200キロカロリー、1キロ減った場合はマイナス7200キロカロリーってことになるので、それを30で割ると1日、そうそうそう、1日どのぐらいプラスかマイナスかっていうのが分かるから、そういう計算ができるようになるんですね。そのためには、まあ、自分が大体どのぐらいがメンテナンスカロリーかっていうのを把握しなきゃいけないから、そのためにはある程度揃った食事を続けることが、うん、まあ、それを把握することにつながるってことで、まずはそれをして知る、そうそうそう、逆算していくとね、結局食事を揃えることが、まあ、まず第一歩になりますので、うん、はい、ってことで、最初に言った内容と、内容っていうのは3大栄養素、炭水化物、タンパク質、脂肪、そして、食べる量、回数、時間帯っていうのをですね、極力それ以上にぜひ意識してみてください。じゃあ次、4つ目のポイントは体重とかサイズとかね、あと、見た目のチェックは定期的に行いましょうっていうことなんですけども、まあ、それは自分の現状を把握する上でとても大事だと思います。よくね、体重がすごいね今増えちゃったと思うから、怖くて体重計乗れないっていうことを聞いたりするんですけど、でもそれじゃあ自分がね本当に太ってるか太ってないかわからないし、特にまあこれからダイエット始めようって思った場合はまず体重計乗って、スタートラインがわからないとそこから先の効果もわからなかったりするので、まずはスタートラインを把握した上で定期的にチェックして成果が出てるのか出てないのかっていうのを確認することはとても大事だと思います。でその時に体重はもちろん目安の一つにはなるんですけど、結構体重って体内の水分量によって波があってね水が抜けてて落ちてる時もあればむくんで増えたりしてる時もあって、結構プラスマイナス1キロぐらいの差っていうのは出ちゃったりするじゃんね。まあそれもずっとね測ってると平均値っていうのが出るので、こう1週間2週間単位で見れば変化っていうのは分かるんですけど、日々の変化としては結構波があったりするものなんですね。だからまあそれはその波があるっていう前提で確認するといいと思うんですけど、それプラスサイズを測ることと、あとまあ鏡で見た目をチェックすることっていうのもとても大事です。まあそれは僕も大会出る時のダイエットのまあ確認としても行うようにしていて、サイズはね僕は普段はまあ、こういう T シャツだったりジャージ入ってるから体にピタッとする服着ないんで変化分かりにくいんだけど、トレーニングする時のベルトは毎回ね
きっちりギュッて締めるから結構分かりやすくて、ね、ベルトの穴がねこう1個ずつ狭くなっていくと、うん、あ落ちてるなっていう目安になります、うん、はい、まあ、そこは例えば体重が落ちてなくてもそのウエストサイズがね、うん、減っていくっていう変化が感じられてればそれは停滞期じゃない、ね、うん、そうそうそういう、目安になります。あとは見た目鏡でも一応毎日チェックするようにしていて、うん、僕の場合は血管の出具合とかね、あとはこう力入れた時の筋肉の筋の出具合とか、うん、その辺で、脂肪の落ち具合を確認してるんですけど、やっぱりその進歩が感じられることっていうのは、うん、ダイエットを行う上ですごいモチベーションになりますから、そうだね、だけどやっぱりすごい小さな変化なんで なかなか分かりにくいんですけど、よくよく観察してね、例えば影とかでもあのこの筋肉の筋の影って前はなかったけど出てきたなとかね、血管とかも例えば手の甲って最初のうちで血管出やすいじゃんね、うん、その手の甲の血管が痩せてくるとね上の方に上ってくるから、うん、前はその前腕までだったのが上腕の方まで伸びてきたとか、あるいはもっと体幹部の方まで血管が出てきたとかね、うん、そういう変化を見逃さないようにして、うん、まあ、それをモチベーションにつなげるっていうことをやってます。まあ、体重ももちろんね、あの測るんですけど、うん、その体重っていうのはどうしても波が出やすくて、まあ、それで、一喜一憂してしまう部分はどうしてもあるんですけど、うん、でも、なるべくこう1週間とか2週間単位で把握するようにして、でそれプラスサイズとか見た目で、うん、進歩を確認するってことで、はい、その辺はぜひね意識して定期的なチェックをねしていただくといいかなと思います。じゃあ最後5つ目のポイントは、うん、三大栄養素のバランスを意識するということです。まあ、それはさっきね、あの食事を揃える項目でもちょっとお話ししたんですけども、うん、三大栄養素っていうのは、炭水化物、脂肪、タンパク質の3つの栄養のことで、まあ、それぞれの頭文字を取って PFC というふうに言われていて、その PFC のバランスを意識することが、ダイエットを行う上ではとても重要になってきます。うん、それぞれ三大栄養素って言われてるだけあって、あの生きていく上で必ず必要な栄養ですから、極力毎日の食事の中でバランスよく取ることは意識していただきたいんですね。その中で特にタンパク質と脂肪は体の材料として必要な栄養素ですから、その2つはですね、必須っていう言葉がついてるぐらい、必須アミノ酸とかね、必須脂肪酸という言葉があるんですけど、うん、必ず必要なんですよ。だから例えばタンパク質っていうのは皮膚だったり、まあ、髪の毛だったり、うん、爪とか、まあ、その見えてる分、うん、ほぼ全てタンパク質が材料なんですね。あと筋肉もタンパク質が材料でできてます。で脂肪も、細胞膜の材料だったり、あとホルモンの材料とかでもあるので、うん、それらが足りないと、その材料が足りないっていうことになっちゃって、体がまあ極端な表現すると崩れていく状態が作られちゃうんですね。で炭水化物も、炭水化物に関しては必須って言葉はないんだけど、だけどエネルギー源としてこれもねとても重要な栄養素ですから、ただ炭水化物はあの取らなくても一応脂肪とタンパク質が体の中で炭水化物に変わるっていうことは起きるので、まあその極端に死ぬことはないんですけど、ただ、炭水化物の代わりにねタンパク質が栄養として使われると、まあ、それは筋肉が落ちるっていうことにもつながったりしますから、まあ、あのエネルギー源をしっかりと取るっていう意味で炭水化物の摂取も、意識したいところなんですけど、ということで、まあ、三大栄養素はですね必ずあの食事の中で、取ることをですね心がけていただきたいです。材料となるタンパク質と脂肪の摂取を、しっかりと心がけた上で、そこに炭水化物をプラスして1日のカロリーを決める。で目安として一応ねタンパク質は体重かける最低 1g、まあ、多くても 2g あれば取るといいよというふうに言われてますから、まあ、それでタンパク質の量が決まって、でそのタンパク質の食材を、例えばじゃあ卵と魚と鶏肉から取りましょうってなったら、うん、卵の黄身とかね、あと魚も鮭とか、まあ、ブリとかサンマとか今だとね旬ですけど、そのあたりってあの魚の脂脂肪が含まれてますから、そういうので脂肪が取れるので、うん、そうするとタンパク質と脂肪の量が決まりますから、でそこに、炭水化物をカロリーがオーバーにならないように取るような感じで意識すると、それで三大栄養素がねある程度バランスよく決まりますので、っていうふうに意識していただくといいかなと思います。
やっぱそういう意味では定食のメニューって結構三大要素をバランスよく取れたりしますから、まあ、それでご飯の量だったり、あのタンパク質の内容で脂肪の少ないものを選んだりすると、ダイエットをする上ではね、とてもいい食事内容なんじゃないかなというふうに思います。ってことで、ぜひね、三大要素のバランスは意識して、取るようにしてみてください。はい、はい、ということで、5つのポイントについて、まあ、個人的にこれから取り組もうと思うときにまず意識していただきたい項目としてお話をさせていただきました。で、まあ、その40代50代っていうテーマでね、今回お話ししてますけど、基本的にはダイエットをしようって思ったときに、まあ、起こす行動としてはね、年齢は特に関係なくて、まあ、20代30代でも40代50代でも、まあ、今日お話した内容っていうのはね、とても重要なことにはなるんですけども、まあ、それプラスね、あの40代50代の方が、まあ、そのダイエットの成功確率を上げるために意識したいことっていうのは、やっぱり若い頃と違って代謝は落ちてるっていうのは事実あると思います。特にこれまでね、全然運動してなかった方とかはやっぱりその若い時と比べると筋肉は落ちてますので、うん、そういった意味で代謝が低くなって、まあ、脂肪はつきやすい状態にはなっていると思いますから、それを改善するためには筋肉を増やすことっていうのは一番近道ですので、うん、まあ、そういった意味で筋トレはね、ぜひやっていただきたいなというふうに思います。ただその食事量が、まあ、若い頃に比べると減ってるっていうのはね、結構よく聞く話で、僕自身も昔みたいに甘いものが食べれないとか、そう昔ほどこうドカ食いができないっていう状態にはなってますから、そういった意味で、あのダイエットはしやすいだけど、まあ、代謝が落ちてるから昔に比べると食べてないのに太るっていう状態にはなっちゃうんですけど、でも代謝は筋トレで筋肉を増やすことによって上げることはできます。で、まあ、その筋肉をつけるっていうことを、考えるとね、その食べないダイエットっていうのは絶対におすすめしないです。はい、まあ、やらないようにしていただきたいですね。あの食べないことによって筋肉が落ちやすくなっちゃいますから、そうすると代謝が落ちちゃう、代謝が落ちることにつながるし、あと体も省エネ化しちゃって食べてないのに痩せにくい、まあ、それは例えば摂取とね、消費のバランスがあった時に、その代謝が落ちると消費が下がっちゃうから、食事を減らしてるのに、ね、こうカロリーがトントンだと落ちないっていう風になるから、そうするとさらに食事を落とさなきゃいけないってなると、結構ダイエットが辛くなっちゃうんですね。なので、まあ、しっかりと、まあ、食べるようにする。だけど若干カロリーは、まあ、もちろん ね、そこがマイナスカロリーは作るんだけど、まあ、だからあのそういった意味で急激なダイエットを目標にしない方がいいかなと、まあ、地道に、ね、少しずつ一定なペースで落とすことを目指して、まあ、食べる量をコントロールすることがとても大事です。まあ、そういった意味でやっぱり地道な計画を立てるっていう面では40代50代の方の方がこれなんか立てやすいんじゃないか、ね、あの極端なことをやるのが、まあ、その若者のまあ特権でもあり、特徴でもあるかなみたいな、まあ、そういうイメージがあるんだけど、まあ、僕も結構ね、あの20代30代の頃って結構無茶なことってしてきたかなって思ったりするんだけど、でも今は極力体に負担を感じないような、まあ、そんなね、心構えっていうのも芽生えたりしてるから、まあ、長く最初も言いましたけどね、あのマラソンとか、まあ、長旅の意識であのダイエットにこう取り組むことはね、とても大事だと思います。まあ、でも本当にあのダイエットを始めようと思った場合、まずは行動を起こすっていうことがとても大事なので、あの本当何から始めてもいいと思いますので、あのとにかくね、こう続けることを一番の、まあ、あの目標というかテーマにしていただきたいなというふうに思います。よく体型は生活習慣を映す鏡なんていうこともあったりするんだけど、まあ、食生活を映す鏡とも言われたりしてるんだけど、本当その、ね、あの食事生活スタイルが変われば必ずその体型っていうのはね、それに伴って変わっていきますから、だからやっぱりそのためには目標を立てるってこともすごい大事で、まあ、ダイエットを決意した場合っていうのは必ずね、何かしら、まあ、そのきっかけっていうのがあるはずなので、まあ、そこは初心としてね、あの常にこうそのイメージしていただきたいな
と思いますね。でその目標っていうのはあんまり遠すぎる目標だとイメージ湧かないから、でも遠い目標っていうのは必ず、ね、理想としてあるはずなので、そのためにはまずこの目標をクリアする、うん、でそのためには もっと近い目標をクリアするみたいな、そういう段階的な目標を意識することもすごい大事かなと思います。僕もね、あのボディビル大会に向けて減量するときっていうのはボディビル大会が一番遠い目標なんだけど、そのためにはまず1週間後はこうなっていたいとかね、1ヶ月後はこうなっていたいとかっていう段階的な目標を立てて、まあ、それによってあの自分のその行動の計画が、まずは1ヶ月2キロみたいなこと、ね、そう、うん、そのためには、まあ、こういう食事をとってみたいな計画が立てやすくなったりするので、はい、という感じで、はい、ぜひね、うん、あの目標を立ててそれに向かってできる範囲で、取り組めることから始めていただきたいと思います。はい、はい、ということで、まあ、他にもねいろいろ意識した方がいいポイントっていうのはあると思うんですけども、まあ、そこはあの人によっていろいろ変わってくる部分ではあると思いますから、またね何か疑問だったり悩みとかもしありましたら、あのコメント欄の方に書いていただければ、まあ新しく動画を作るとか、あとはねライブ配信とかでまた回答させていただきたいというふうに思います。はい、はい、ということで、まあ、ダイエットに向けて、自分に合う取り組みを見つけるための、きっかけとしてね今日のお話が参考になったら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。